破ったことで投石者は確保された。これで閉ざされた扉を破壊すれば甲虫を救えるはずである。テトリ川から投石者が向かっているとの報があった。過去は変わった。今こそ。投石者は北東より運ばれてまいり、到着までは今しばらく時がかかります。よし、ならば今なすべきをなそう。微力なので私もお手伝いいたします。我が武田騎馬隊よ、とどめよ。兵糧の武者どもに引導を渡せ。おお、魔女殿、助かったぞ。その首いただいた。こちらの戦況はもう心配ない。それより早急に清盛を討たれば、一人で食い止めている甲虫殿が危険だ。投石者があれば助けられるはずだ。一人で死なせはせんぞ。これで皆を救うことができる。かぐや、お前のおかげだ。礼を言う。私はお手伝いを差し上げただけ。何に核を変えるのか皆様方にございます。承知、必ずや変えてみせよう。お見事な武勇にございます。お待ちかね。骨ごと噛み砕いてくれ。お待ちかね。これぐらいにしといてやる。敵将参上。討ち取ったよ。はっ、まだ増援に来る将がおった。我が操り人形に通させよ。よい、敵を滅殺します。音に聞こえた武田の騎馬隊か。すでに手ごわい。それを言うなら俺たちも音に聞こえた清涼の騎馬武者だよ。清涼の誇りにかけて遅れは取るまい。テトリ川、投石者が到着いたした。これで閉ざされた門も破壊できる。お見事な武勇にございます。
せておらんな。門は固く閉ざされている。投石者で破壊せねば。馬の騎参上。開いたな。行くぞ。勢いのまま敵陣を貫く。おお、一段と冴えておいでですな。噂は聞いてたけど、前よりも力が強くなってるみたいだね。我こそは馬防騎、真の三国武装よ。やるな、大したもんだぜ。
が解ける。戻れ、雪村。それがしが参る。何者にも止められん。助けるつもりが助けられておっては世話ないわい。じゃが助かった。これからはわしも共に戦う。死の本お見事にございます。